出たんですけど、まあ惜しくも滑りに終わりましたが、こんな感じですね、一曲一曲すごく丁寧に大切に楽曲を作って、一曲一曲全く手を抜かず、作ってお送りしております。サブスクリプションとかね、YouTube に MV とかも公開してるんで、今日ちょっとでもぐさお良かったなって思ってもらえたらですね、一回でもいいんで、僕の曲聴いて歌詞感じて、あなたの心が少しでも穏やかに、なってもらえればなというふうに思っております。はい、さあそれでは最後の、曲に移りたいと思います。優しさに変えていけたらという曲を歌っていくんですけれども、この曲はですね、誹謗中傷をテーマに、作らせていただきました。まあちょっと前になるんですけど、女子プロレスラー の木村花さんがね、誹謗中傷で亡くなったっていう、こともあって、まあ、僕はずっとですね、人を傷つけるには何か理由があるんだなと、そのただで傷つけるわけじゃない、傷つける側にもきっと何かこうやるせない思いとか、どうしても自分が惨めに思えちゃって人を惨めにさせるしかないって、そんな風になってる人とかが減らないから誹謗中傷って減らないんだなって、思いまして、この曲を作らせてもらいました。まあ、この中にですね、まあこんなこと言ったら申し訳ないですけど、いじめの、被害者になった人も加害者になった人も、それから傍観者になった人も、うこんだけ枠を広げれば誰にでも当てはまることだと思うんですね。それぞれの立場に当てはめて、自分だったら、この曲を聴いてどう思うかってことをですね、ちょっと真剣に考えてもらえたら、僕はこの曲を作った甲斐があるなと思いますので、よろしくお願いします。それでは最後の曲聴いてください。優しさに変えていけたら。Oh.
にいっぱいあると思います。だけどそれはまた、それをまた誰かにしわ寄せするんじゃなくて、あなたの中で少しでも思いとどまってくれれば、世の中はもっと平和になると思います。この曲を聴いて、明日からあなたが優しくなりますように、優しさに変えていけたらでした。ありがとうございました。はい、ということで、グサオでございました。ありがとうございました。